山から水を取ってますが、最近水の出が悪いので山へ見に来ました。まあゴミも止まってゴミも溜まってませんでしたし、まあ綺麗な水が流れてるんですが、ちょっと量的に少ないです。まあこれは多分止水の方で、ゴミを避けるためのカゴにゴミがいっぱいついてるので、まあ出が悪いんだと思うんで、まあそちらをちょっと見ていきます。もう最近長いこと水を見に来てないので、かなり大雨が降っても長持ちしてくれてるんですが、やっぱりたまにメンテに来ないとダメですね。で、私が子供の頃は親父が直接川から水を引いていたので、もうしょっちゅう雨が降るたんびに詰まりましたが、タンクを私が置くようになってからはめったに決まりません。で、ただここを掃除してやればかなり水は流れるようになると思います。はい、今ちょっと掃除をしたので、水がどんどん出るようになっていると思います。濁ってましたけど、かなり水がパイプに吸い込まれてきれいになっていってるんで、かなり下では出るようになっていると思います。行ってみましょう。え、出てないね、あんまり。泥が詰まってるか。とりあえずここまではたくさん来るようになりました。今こんな状態ですね。それからオーバーフローした水が出てますけど、多分下の方であんまりホースが詰まってるんですよね、きっとね。引いていかないから。はい、ブリキの蓋をして、とりあえずここまでは完成です。じゃあ下行ってみましょう。はい、かなり空気がね入ってますね、これ。
それがね、こうやってまっすぐに飛ぶようになると空気が抜けて水だけになるんで出が良くなります。こうすれば下も下のホースに空気が詰まっていても、まあ、水で押し切っていくので多分出るようになります。さあ水が来るようになってるか。ああ来てますね、かなりたくさん出るようになってます。まあ割と簡単にね来るようにできるんで、水さえあれば。こちらが畑にとってる水です。まあこちらも順調に出てます。はい、それから家の前に取ってる水、はい、こちらもなんとか出てます。今日も快晴、秋晴れかな。こんな感じで雲はねちょっとしかないです。